はい、前かがみになった時の腰痛はお尻の筋肉を伸ばしてください。はい、整体院系代表の北井拓也です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、では早速やっていきたいと思うんですけども、今日のポイントは冒頭でお話しした通りに前かがみですね。前になって物を取ろうとした時だったりとか、あとは物を拾おうとした時なんかにこの辺ですね、腰のあたりが痛くなるっていう方が、見ていただけたらなと思います。はい、では早速やっていきたいと思うんですけども、この時にですね、見ていただきたい筋肉はお尻ですね。お尻の表面バッと触ると分かる通り、分かるこの大臀筋という筋肉のストレッチをしていただきたいなと思いますので、ぜひ見てください。では早速やっていきたいと思うんですけども、ちょっとカメラの位置をずらします。はい、でですね、まずは、まあ、何でもいいので、こう下のですね、まあ、広い部分でやっていただきたいなと思います。で、まずですね、足をですね、まあ、やりたい方の足を曲げていただいて、位置としては足の裏がですね、真横ですね、真横を向くようにセットしていただきます。はい、これがまずポイントになります。で、ここでですね、足が、膝がですね、あまり前に行ってなかったりとか、このですね、足の、角度が浅かったりしてしまうと、これはあまり効果がなくなってしまうので、しっかりとまず真横にしていただいて、膝を正面に向けます。で、まずはこれがポイントになります。で、続いてなんですけども、後ろの足ですね、後ろの足はしっかりとまっすぐ伸ばします。いいですか。で、ここでまたこう曲がったりとか、ちょっとですね、横に開いていたりするとあまり効果がなくなってしまうので、しっかりと足を伸ばして、こちらの足を、前の足をですね、しっかり曲げるという状態を作っていただきます。で、その状態にしてもらって、体をゆっくり起こします。そうするとお尻のですね、ちょうどこの辺りがすごい伸ばされて痛気持ちいいぐらい、まあ、痛いって方もいるかと思うんですけども、そのぐらいになれば、セットが完了になりますので、その位置をまず作っていただきたいなと思います。しっかり横にしていただいて、反対の足を伸ばします。で、その状態で、この状態ができたら、この体をですね、こうグッと前に倒します。そうするとさっき、伸ばされているところがさらにもっともっとこう負荷がかかって伸ばす、痛気持ちいいぐらいになると思うので、その場所になったら深呼吸を5回していただきます。で、この時のポイントは体の力を抜くということと、あとはゆっくり深呼吸をすることになりますので、このポイントを抑えながらゆっくり深呼吸を5回していただきたいなと思います。はい、これでストレッチが完了になります。で、ちょっと上げますね。でですね、これを、まあ、両方やっていただいて、なおかつですね、その後に前かがみになってもらうと腰がですね、軽くなったりとか痛みが軽減するっていう方は、この大臀筋という筋肉が原因で腰が痛くなっている可能性が高いので、ぜひですね、これを毎日続けていただきたいなと思います。はい。で、ポイントは先ほどもお伝えした通りに、足をですね、浅くしすぎないということと、あとは、あまり伸ばされていないという場合は、先ほどのですね、最初のポジションが不十分の可能性が高いので、ぜひそこら辺を確認してやっていただきたいなと思います。はい。で、他にもですね、いろいろチャンネルの方に、腰痛を改善するストレッチなんかも載せているので、ぜひ他もご覧いただきたいなと思います。でですね、今日の話が良かったら、まあ、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。